障子紙は Excel で作りましょう。1枚分だけを印刷します。ページ番号を入れておきましょう。実際に印刷して、障子のマスに合うかどうか確認します。マスの大きさがすべて同じであれば、1ページ分をコピーして、マスの数と同じだけ作ります。そこに画像を貼り付け、マス全面に広がるように拡大します。プレビューで確認をするのを忘れないように、特に一番最後のマスまで入っていたら、これを印刷します。1マスごとに分かれて印刷ができました。ページ番号も入っています。これを一筋ずつに分けて並べ、いらない分をカットしていきます。一番下になるところは白い部分もカットしておきましょう。